皆さんこんにちは。今日も曇り空のポートランドでした。と言っても私は出張でワシントン州に行ってました。ずっとそこは寒かったですね。ということで今日のトピックスはこちらです。出張の帰り道に撮った写真です。アメリカのインターチェンジにはガソリンスタンドとこのようなレストランが併設されているところがたくさんあります。そこで撮ったんですけれど、バッファローウィングスという、メニューが載っていました。バッファローの、翼っていうのを感じるんですけれど、これ違うんですね。鶏肉を、スパイシーに、味付けした食べ物なんですね。ニューヨーク州のバッファローの名物だったのはこのような、名前になったという由来があります。ですのでバッファローウィングは鶏肉、特にその翼ですね、その食べ物なんです。間違えないようにしてくださいね。と言っても間違える人はいないかもしれません。ということでまた明日。